このコメンタリーはネタバレが入っているかもしれないのでゲームクリア後に聞いていただくことを推奨しますそれではボイスコメンタリースタート、えー、かぐや姫役の井原白美です監獄、えー、とメアリースケルターフィナーレお手に取っていただきありがとうございましたということでついにフィナーレということでメアリースケルターモこんなに長く やらせていただけると思っていなかったので、えー、すごく楽しくやらせていただきました、えー、かぐや姫はですね最初出てきた時はちょっとコミュニケーションが取りづらい感じのすごい引きこもりの子だったんですけどこうちょっと慣れてくるとすぐにこう自分を出したがるというか <laughs> すごいなんかやる気ないけど割とみんなのことを ちょっとからかったりとかこうわがままを言える関係になってくるとすごいかわいいなと思いながらやらせていただきましたえー、っと何ですかねあのストーリー上結構シリアスになったりとかあのいっぱい喋るところになってくるとあのかぐや回しの喋り方がなかなかできなくてですねちょっとどこにこうかぐやっぽさを 出していけばいいかなとか考えながらやってました一番やっぱりなんかこうかぐや姫っぽい時が出せるのはあのジャックと二人会話の時なのかなと思いますねはい結構あの今回の収録であの恋愛シミュレーション的な感じのシーンがたくさん撮ったかなと 思うんですけど結構そのそこになると逆にもうなんかすごいだるい喋り方をするのでそれはそれですごくかわいいかぐや姫でしたはいあなんかお題をいただいてるんですよねあの自身が演じたキャラクター以外で友達になりたいと思ったキャラクターはいやキャラクターもなんかすごい増えましたもんねあの友達になりたいか どうかは置いといとてですねあの今回の新しいあのあのちょっと3人組 <laughs> あのジェノサイドピンクのあの3人はビジュアルがめちゃくちゃ可愛くてちょっとお気に入りだったんですけど友達って考えるとやっぱ赤ずきんかな。はい。まあ、も大久保美ちゃんで えー、すごいプライベートでもとても仲良くしてくれるので、えー、赤ずきんがいいいいなと思いましたはい、そんな感じで、えー、皆さんぜひまあこれを聞いてる方がねゲームをする前に聞いてるのか後に聞いてるのかはわからないですけども、えー、最後までぜひミアリスケルタ楽しんでいただけたらいいなと思います。ということでかぐや姫役の五十嵐ろみでした。